私は柔道整復師です。骨折、脱臼、打撲、捻挫など、国体選手のトレーナーをしています。経営として今後柔道整復師はどのように注力していけばよいでしょうか。どこに力を入れていけばよいでしょうか。ご意見いただけたら助かりますというところですね。はい、柔道整復師の方がどんなビジネスをしているかって、まあ、整骨院とか整体院みたいなそんなイメージを皆さん持たれていると思いますね。で、今リラクゼーション業にやっぱりお客さんは多少なりとも取られたとはずなんですよ。まあ自分たちが出してて言うのもなんなんですけども、でそんな中でやっぱり体のメンテナンスをやっぱりしっかりされるっていうところがやっぱりこのリラクゼーションとは違うと思うんですよね。リラクゼーションってやっぱり押されて気持ちいいってところを押してくれっていうそういうニーズなんですけれども、ある一定数やっぱり体のこと健康産業に対して敏感な人がいますと。なので素人のお金国家資格もない人にお願いしても基本的には治らないってことが分かってる人ってたくさんいると思うんですよね。なのでそういう意味で自分たちはやっぱりそういう資格を持ってて、なおかつ治療ができるんだっていうところをやっぱり全面的に押していかないとダメなんですけども、ただこだわりすぎてそれを求めてない方に対するアプローチができてないケースが結構あると思うんですよ。なのでそういう意味では両面のお客さんをやっぱり取っていかないとダメだと思うんですよね。で柔道整復師さんが、例えば直しますうんぬんっていうところってどこでアピールできるんですかっていうと、やっぱり口コミとかそういったところになってくるんですよね。でこの口コミを得ようと思ったら、何かしら自分たちの技術がこれぐらい優れてるよっていうことをお客様に説明する機会がやっぱり必要になってくるんですよ。自分たちのこだわりをやっぱり伝えていける。例えば選手、こういう選手たち、国体選手たちを私は歴代こうやってメンテナンスしてますよっていうだけでもお客さんとしては信頼度全然違いますと。そこを例えば SNS とかそういったものでちゃんと拡散してますかと。で Facebook 広告もそうだ、インスタ広告もそうですけども、そういった活用をされていないアナログな方が職人さんは多いんですね。なんで自分の技術はやってれば広まるだろうとか、口コミが広がるだろうって、これは柔道整復師に限らず資格を持ってる方っていうのはそういう拡散が苦手、営業が苦手っていう方がすごく多いです。なぜならば技術を習得するために長年時間をかけてしまってるからなんですよ。マーケティングとか営業に時間をかけてないんで、そこのノウハウが圧倒的に足りてない方が多いんですよね。なのでその知識をやっぱりしっかり身につけてほしいんですよ。なのでお客さんが来てなんぼなんですよ、ね、お客様が知ってなんぼですと。自分の技術がいかに高くても、例えばどんな料理が美味しかったとしても、その店があることを知られなければお客さんは来ないんですよね。で来た人からの口コミっていうのはやっぱり劇的にすごいものじゃないとガーンと広がらないんですよ。なのでそういう意味でいくと、やっぱりこのマーケティングを学んでいく、つまり柔道整復師に限らず技術職の方はマーケティングとかそういう SNS の広告含め、どうやったらお客さんが集客できるのかなっていうノウハウ面を勉強していかれるとやっぱりいいかなと思います。